はるかちゃん、ところでどこが弾きにくいんだにゃん？なんか最近左手で弦が押さえにくくなってきたんだよね。その原因はポイント1のネックの反りと、その2、弦の高さが影響しているんだにゃん。ネックの反り？弦高？ネックの反りはネックが曲がってしまうこと。弦高は弦と指板の高さのことなんだにゃん。へえ。でもどうやって調整するの？オッケー。じゃあまずネック調整からやってみるにゃ。お願いします。ネックの反りは大きく分けて2種類あるにゃ。指板側に曲がってしまう順反りと、ネックの裏側に曲がってしまう逆反りがあるにゃ。確認するときは実際に弾く姿勢でチェックすることが大事にゃ。分かった。まず左手で6弦の1フレットを押さえるにゃ。6弦の1フレット。右手の小指でネックとボディのジョイント部あたり、今回は16フレットを小指で押さえるにゃ。はい。親指を伸ばして7フレットあたりを叩くにゃ。ここね。こんな感じで合ってる？合ってるにゃ。指板と弦の間に隙間があるとカチカチと音がするにゃ。この時弦と指板との間にはがき1枚分程度の隙間があるとちょうどいい状態なんだにゃん。へえ、そうなんだ。そうなんだよ。隙間が広いと順反り、親指で叩いても音が鳴らない状態だと逆反りの状態にゃ。ってことは順反りってこと？その通りにゃ。それじゃあ実際にやってみるにゃ。はい。ネックの調整はトラスロッドっていうネックの中に入った鉄の棒を動かして調整するんだにゃ。鉄の棒が入ってるの？そうなんだにゃ。調整するときはおー、この六角レンチを使うんだにゃ。この六角レンチね。そう、この六角レンチをヘッドの部分に入れて、はい、今回は順反りだから時計回り、ネジを締める方向に。ネジを締める方向に。うん。逆反りだったら反時計回り、ネジを緩める方向に回して調整するにゃ。ネジを緩める方向。うん、できた。意外と簡単にできるんだ。そうなんだにゃ。次は弦高を調整してみるにゃ。お願いします。